その、ももちもそうだからね。ももちもそうですか。ももちなんですか。うん。ももちめっちゃやけど引きずりましたからね。それまではそんなにももちって出てなかったんですよ。ただアイドルの中の一人っていう。うん。引きずる前に首にこう引っつく前に引きずりました。あでもあいつはすごいなと思って あの時から思ったんだけどやっぱ怖がるじゃん普通、うんうん、アイドルとかが辻ちゃんかおちゃんなんかも泣いて逃げましたもんねそういやそこなの、うん、あの昔めちゃイケでねあのモーニング娘。の大運動会っつって、はいまあ、山本見る頃だけど、うん、山本と俺が喧嘩になって、うん、あの喧嘩のコントのパターンですよ、はい、で、はい、飛び火してて、はい、めろせえ黙ってろっつって、うん、おーっつって追っかけたらもう泣きながら逃げてたの辻ちゃんかごちゃんは本気で逃げてそうで爆裂でいろいろ問題にはなったけど、はいはい、あのね眉優のね、うん、あの頭をね去年かな、うん、つけるとかね、うん、あって、はい、でも AKB とか全然怖がんないからもうしかも爆裂という中だからもうそれはもうそのコントの中に参加するっていうでさらにももちのさ、うん、やつとかあともう番組終わった後とかにもうありがとうございましたってブスですねももちブスですね今の今のももち俺結構精度高いものだと思ってたけど今のいやブスでしたけどね、うんはい、ありがとうございます ありがとうございますねみたいなニャンみたいなニャン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 おとももちとか言いますね、はい、で楽屋でもそこでありがとうございましたあこれはやっぱ私いじってもらって、うん、美味しいんだっていうところにもなっちゃってるんですよそうですね、うん、でそこが分かってるからこの子はやっぱ大した玉だなと思ってなるほど、うんそんなテレビとかもそのさ、うん、出てない、はい、あの企画がだから AKB がいないアイドルだけの運動会みたいな企画だったんだよ、うん、その時ももちを狙ったのっていうのはたまたまなんですかちょっとももちがその頃からたまたまあじゃあそれ本当すごいでもそこの他の子やったらまた多分ダメだと思います、うん、そこで出てきてないから、ね、他の子だったら無理いやそれ俺もさやっぱりそれはこいつは大丈夫だろうっていう人行きますよ。分投げアンテナがあって、うん。でも何人かいたわけでしょ分投げアンテナで。何人かいたわけでしょ、うん、それで、ももちがっていうのがやっぱ持ってるんですよね、ももちも。うん。あ、だからこの間なんか辞めたさ、あの引退してねえか。卒業した。あー、道重ですか。違う、道重じゃなくて、うるさい子。うるさい子だっけ。何のグループのことですか。AKB ですか。AKB ですか。あ、菅谷梨沙違うですか。ベリーズですか。ベリーズじゃない。ベリーズじゃない。うん。フジテレビアイドリングの。あ、菊池亜美。菊池亜美。菊池亜美ちゃん。菊池亜美ちゃんもそんな有名じゃなくて、両方がそういう鬱陶しいので目立ってたんだよね。鬱陶しいからなんかもう投げても大丈夫みたいなこれね。だから菊池亜美ちゃんも同じぐらい鬱陶しかったんだけど、だって違うっていう、なんか引きずりますの違うっていう。もう違う、なんか、あ、この子は大丈夫かみたいな。タレント大丈夫じゃない。番にしてみたら大丈夫じゃないのかもしれないけど。まあ でもまあ本人が美味しいと思ってくれてるわけですからね。そう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 。うん、それはもう。それでね、オンエア尺が長くなって、なんだあの女はって、なって。た方がいいじゃんと思うんだけどね。なるほど、ね、投げる方、絡む方がいいですよね。うん、でも結構タイトなとこよ。一歩間違ったら謝罪パターンよ。これね。ギリギリですよね。結構タイトなとこ行ってるんだけどね。